大谷川の水源付近、奥が中禅寺湖。大谷川は栃木県日光市を流れる、利根川水系絹川支流の一級河川である。栃木県日光市日光国立公園の中禅寺湖発して下言滝を打ち、日光市、清滝付近で日光市内を東へ流れながら、周囲の支流を集めて、日光市彫刻で絹川に合流する。大谷川及びその支流には、 ケゴン滝をはじめとして恨み滝、霧降リ,リの滝、若光滝、白糸の滝など著名な滝が多くある。中禅寺湖から流出しすぐにケゴン滝となるが、中禅寺湖とケゴン滝の間は貝尻川または大尻川と呼ばれている。大谷川は急勾配の高低差を利用した発電が行われているが、南大山など、周辺の山々からの脆い火山岩室の土砂流入の ため多くの砂防ダムが築かれている。特に、女宝山直下の雲流渓谷から流れ出る支流の稲荷川の土砂流入が多く、合流してからの下流域では河原を広げた、伏流水となって流量を減らす。普段は大きな液が数多く転がる枯れ川同然の時もあるが、台風や大雨の際はこれらのが液を巻き込んで、しばしば増水する。 1902年9月28日に関東地方を襲った台風によって発生した洪水では家屋が流され心境が損壊するなどの甚大な被害を引き起こしている。JR 日光駅付近の河原には明治期に旧下付け朝がかけた対岸の工場からの運搬専用橋の頑丈ない質味の橋脚が残されている。中禅寺湖の標高は 約1270メートル、ケゴンダキ直下で約1170メートル、馬返しで約870メートル、日光駅前で約530メートル、今市駅近辺で約390メートルであり、標高差が大きく、中前寺港水源都市水量が安定しているため、上流部は古くから水力発電に利用されてきた。1906年設立の小賀工業。 日光電気製造所の同製錬やその後のアルミ製錬に利用され、日本の工業近代化に貢献した。現在も約10カ所の水路式発電所が稼働している。また下流部は、灌溉、浄水道用に利用されている。ありがとうございます。